1号艇の高橋選手です。高橋さんが手にしている28号機は前節地元の新人が初優勝を飾ったエンジンなんですよ、はい、やはりそんな感じがしましたか。そうですね、もらった時からすごい感触良かったんで、はい、そして、まあ、2日目3日目ずっと乗ってるうちに、うん、徐々にさらに良くなってきた、そんな感じしましたか。そうですね、はい、それと、うん、やっぱりこう私なんか見て顔がぐっとこう引き締まってきたかなというやっぱり減量効果もあったような気がします。そうですね、ちょっとね、全権初日太りすぎてたんで、いいエンジン引いたんで、まあチャンスだと思って、減量しました。はい、と今で言えばもう不安な部分はもう全くないですか。そう、まあエンジン的にはそんなにはないですけど、やっぱまあ相手があることですし、まあスタートも風もね、追ったり向かったりするんで、ミスしないようにしたいと思います。はい、もうピットでその辺も心配なし、スタートも大体勘通りいけてますか。まあそうですね、はい、まあ、あとはもうしっかりインを取って逃げるだけということで。そうですね、はい、かなり自信はあるでしょう。いやー、まあね、勝負は水物なんで、まあ慢心しないように、ミスせずにしっかりレースしたいと思います。はい、わかりました、はい、期待しております。はい、2号艇の今垣選手です。今垣さん、2日目の足と3日目以降の足はもうエンジンは別物ですね。そうですね、3日目ぐらいからちょっとプロペラの形変え出して、4日目ぐらいにまあ、伸び方でいい足になりました。なるほど、はい、その伸びに加えてその回り足とかいうの、はい、好み通りの仕上がりになってきたんじゃないですか。そうですね、回り足もいいですね、はい、もうこれならばもうエンジンでその引きを取るというもうそういう感じではなくなったよという、そういう評価でいいですね。そうですね、多分高橋君の方がいいと思いますけど、僕もその次ぐらいのレベルになると思います。やはりその前、初日2日はどの辺が具体的に言えば物足りなかったんですか。まあ、プロペラも合ってなかったんですけど、エンジンもまあ部品変えたばっかりで、あんまり反応がなかったんですけど、徐々に馴染んできて、なるほど、はい、当たりがついてきて、少しずつ良くなってきた。そうですね、でプロペラもだんだんいつも通りの形に反応するようになった、はい、ということですね。ということはもうある程度もうこのエンジンであれば 90% ぐらいの感じで引き出せたかなという感じは自分の中ではありますか。いや、まださらにという感じ。いや、もう十分、まあ、整備士さんのおかげで、まあ、いい部品出してもらったんで、やっとそれらしい足になってきました。なるほどね、はい、そしてまあ今年にはここではもう執念も取っていますしね、はい、もう弦のいいその、はい、通るということで、まあ、2号艇ですからやっぱり 2コース戦。はい、2コースになると思います。今垣さんは2コースというのは好きですか、得意ですか。あんまり、まあ優勝戦の2コースは難しいですね、うん、まあ、インが 強いんで、うん、まあ、どっちかというと角の方が好きなんですけど、ね、はい、まあ、そんなことはもう言わずに、もう言ってはおれない、もう2号艇ならしっかり2コースを守ってということでいいですね。はい、はい、わかりました、頑張ってください。はい、3号艇の長岡選手です。長岡さん、初日の足とはもう順位の足かなり違ってきたんじゃないですか。伸びはずっと一緒ですね、うん、まあ、どちらかというと伸び系ですか。はい、そうですね、伸び型だと思います。そしてまあ出足の方をつける調整をして、それいい方向には来ましたか。そうですね、日によって合ってる時は、まあ、乗り心地もいいんですけど、うん、まあ、しっかりペラ合わせていきたいと思います。うん、ということは、まだやることはもう回転調整合わせるということで、いけそうですか。はい。そして、もう逆に言えば、ちょっとこう、ここが気になるというようなところはありますか。いや、もう大体これならばという。まあ、伸びを落とさずに調整したいなというところで、そんなに出足にはこだわってないんで、直線落とさないように乗り心地よくしたいですね。なるほどね、まあ、3号艇なんですけれども、はい、やっぱりスローとダッシュ の部分ですけど、当然3コースからという自分の気持ちの中では、そうですね、一応枠番近辺から行こうと思います。今節スタートは自分の勘と実際は合ってますか。うん、ちょっとちぐはぐなので、うん、スタート練習でしっかり掴んで、思い切っていけば出ていく足なんで、うん、その足を生かしたいですね。もうとにかくは攻撃的に攻めてということですね。はい、はい、わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。
4号艇の小畑選手です。おばさん、この26号機は得勝率で言えば 10% なんですが、そんな足じゃないですね。ちょっと引いた時はね、ちょっとがっかりしたんですけど、心配したんですけど、乗った時に結構回転の上がりが良くてスムースだったんで、ちょっと一安心して、一走走った時にはもう、かなりいってるなと思いました。はい、そしてキャリアボディを交換してさらに良くなった感じはしますか？レース足とかをね、よくしたいなと思ってちょっと変えていただいたんですけど、まあ良くなってると思います。はい、自分の中で、優勝戦のメンバーの中に入っても足負けはそんなにしないよというところまで来た、そんな感じはしますか？行き足、回り足に関しては引きは取らないと思うんですけれど、ちょっと伸びが少しやっぱり優勝メンバーに入ると厳しいかもしれないです。はい。じゃあその伸びをつける調整は考えますか？いや、今の手前の方の足、これがしっかりしているのでという、その辺の部分はどうでしょう？そうですね。伸びをつけたい気持ちも山々なんですけど、レースがしっかりできるんで、この状態をキープしながら行こうと思います。はい。そして4号艇ですけれども、はい、角の4コース、それはそれでいいなという感じはありますか？そうですね。スタートさえしっかりいければ、そんな伸びが悪いという感じでもないんで、はいはい、もう展開つくだけの足は十分にあるかなということですよね。と思います。はい、はい、分かりました。はい、期待しております。はい、5号艇の森選手です。森さん、節間5日間走ってみて手応えを感じ始めたのは何日目からですか？2日目からですね。2日目から、はい、やはりこれはペラで反応ですか？初日終わって試運転やって、で方向性見えたんで、どうかなと思ったら、2日目から動き出したんで、はい、具体的に言えばどの辺が一番良くなったかなという感じはしますか？乗り心地がまずさ、はい、来て、で足ちょっと重かったんですけど、それも解消できた感じです。なるほどね。はい、ということは今の現状ではもうこのエンジンであればもう納得がいくレベルになったなと、自分の中では。そうですね、はい、初日の1走目に比べたらもう全然、はい、なるほどね。はい、ピット離れ、その辺の部分はどうですか？もう大丈夫だと思います。はい、5号艇ですけれども、はい、やっぱりコースはその近辺という。そうですね。はい、そして、スタートの方ですけれども、はい、実際の自分の感と実際、その辺の部分はどうですか？いけてると思います。コンマル1マルぐらいを行ってということになります。そうですね。はい。はい、わかりました。はい、期待しております。6号艇の豊田選手です。豊田さんね、この初卸しのとこからこの48号機は将来のエース機候補と言われてたんですが、実際豊田さんが乗ってみてそんな感じがしますか？そうですね、いいですね。はい、これはもう初日のもう第1走目からこれはという感じ、手応え。最初は乗りにくくてちょっと本当にそうかなと思ったんですけど、自分でいろいろプロペラ叩いてるうちに、どんなことしてもエンジン悪くならないんで、これはいいなと思いました。はい、そしてやっぱり陣営、この時はもう最高の状態で走れた、そんな感じがしますか？5日間を振り返って。そうですね、今は、はい、陣営が一番良かったと思います。なるほどね。はい、じゃあもう優勝戦も、時間帯もね、その見た時間帯だし、はい、このままいける、そんな感じですよね。そうですね、そのままいくと思います。ピット離れ、その辺はどうですか？ピットの離れがあんまり良くないんですよね。はい、6号艇ということで、ならばもうおそらく6コースからという。そうですね。はい、ピットバラのことは忘れます。なるほどね。はい、そして6コース、順位のように、スタートは大体こう、つかめてるという感じはしますか？そうですね。はい、大体わかります。はい、わかりました。はい、期待しております。はい。